ようございます。おはようございます。なんかうちのカメラだと思う。じゃあよしそうさしくない。違いますよ、ここに置いといたんでしょ。はい、ヨネのテーブルの。そうです、知ってるよ。かっこいい。寺田心君を意識してるよね、絶対知ってるよ。失礼します。皆さん、このパックの量で、額の差がこの家での、うん、あのランキング、うん、ちょっとわかるかなと思うんですけど。よし、ということで本日はディズニーに行きたいと思います。はい、お願いします。ディズニーということで、本日はペットランディディズニーを撮っていきますわよ。大丈夫ですか？準備大丈夫？今日メイクしてほしいらしいから、お姉ちゃんよろしく。長いね。本当によろしく。うん、ありがとう。私がやるわ。ユウ、私がやるわ。うん。いじめられてる。怖いそう。で、バックさ、え、この人やばさんとの。で、ウォン・ジョンヨ先生のパックは品薄だからあんまり使いたくないの。なのにこいつが勝手にトイレから戻ってきてた、使ってた。いいよね。だってこの人はもういっぱい使ってる。返せ。え？ちょうどいい時間。ちょうどいい時間でありがとう。よし。で、目標時間はあと1時間。1時間ぐらい。そうだよ。で、出るわよ。ディズニーだからさ、張り切ってね。うん、めちゃめちゃ漏れさすにゃん。漏れさす。チョベリグカラコンは、私はこちらベイビーモテコンのベイビーメープル使ってます。さっきもそれ使おうかな。え、使うのよ。うん、使ってみよう。あ、ちなみに私家にあるからさ、あ、貸してもらわなくて結構。オッケー、オッケー。あー、なかったわ、家。やば、ちょっと貸してくれないから。うっそ、あるから貸してもらわなくて。黙れって言ってたくせに。黙れ。喧嘩をやめて。喧嘩をやめて。ありがとう。眠いわね、今日。本当に。で、私9時起きです。何分に起きたの？なんかみんな起きなくて、結局43とかに起きたわね、みんな。本当に憎たらしいわ。ゆうたちは起きてて、さっきごめんなさい。ルーティン起きんの遅かったね。もう私いつメイクした？私たちのメイクが終わったらよ。いや、息止め。今絶対臭いよね。メイク無理でしょ、貸してって。もどかしい。もうやっててメイク。え、無理なのよ、鏡ないから。え、カメラでいいじゃん。うち来るとき、いつもディズニーのモーニングルーティン撮ってるよね。うん、いつもっていうか、2回目なんだけど。今池はみんな優しい、ね、かでしょ、マジ優しい。これはもう治りません。もっとやらせて。いきますかね。え、でもこのままで使えるかな。なかなかね、難しいところですよ、そこは。え、なんでどっちも取ってるって。もっと壊れてる。当初より。え、こっちはできますよ、すごい。ほら、待って、怖いですよ。ほら、怖いですよ。どうですか？困るなあ、いけたわ。ほらー、ゲンちゃん。いやっていうかさ、人に迷惑かけておいて。壊すんじゃねえよ。手間と時間をかけておいて。バカじゃねえの。あ、欲しいものとかあったら全然言って。うちに言ってる。うん、本当に遠慮禁止ね。でも全部持ってきてる、うち。人んちに持ってきてるの。あんたがおかしいんだよ、いつも。え、そう。でも作展地以外行くときは持ってくわ、逆にね。うん、気使って。え、気使ってじゃないかも。何、なんだろう。信用ない。信用ないわけではない。さきちゃんからもらっちゃいました、この一番足の小さいやつ。はい、ぜひぜひ使ってください。新作ですよ、マジで。嬉しい。ゆうちゃんとはるくんとちょっと仲悪めだよね。めっちゃだよ。めっちゃ、うん、
ユウが悪くないよ。ミオトが悪いよ。なんか会うたびちょっと気づいていく。ちょっと二人の仲が悪いから。そうだよ。絶対喧嘩始まるもんね。喧嘩しかしない、ね。ディズニーで大丈夫？喧嘩しないよね。マジで大丈夫。ママにさ喧嘩したら怒るよって。マジ？あ、お願いします。届いた。ね、うちんち来てよ。ね、来たい？誰かもう来た。まだなのよ。よし。一番に咲ちゃんに来るか。させたいと思って。絶対来てん。絶対行こう。ゆいちゃん来てん。うん。なんかかかってきたよ。私が来てる。いやもうセクシーだね、言っちゃう時々朝からすごいわ。私女優やってん。確かに言ってたよ、ね、昨日の夜やったか。確かに昨日の夜言ってた。しかも同期がいないんだっけ、上すぎて。え、言ってなかった。言ってないよ。え、同期誰じゃん。同期って あ友達。え、まず同期っていう概念がないんじゃないかしら。確かに。あ、じゃあ友達。友達、女優さんで。女優仲間。あ、女優仲間。そう。え、だから昨日のようなも言ったくせに、私に恥ずかしがるから喋りかけてくれないっていうことで、みんなチキっちゃうわけだ。ゆうちゃん目の前にすると、あ、わかるかも、その気持ち。確かに。え、私たちレベルが違うもん。先輩にとってどういう存在ですか。確かに。後輩。後輩だね。え、どういう後輩？あの、女優の卵とは言われてるんだけど、私たち、うん、一応ね。あ、そうなんですか。スターへの第一歩って言われてるんだけど、私たち。あ、でも、なんか、後輩っていうよりは上。うん、あんたたち。後輩より上？はい。嬉しい。え、その、橋本環奈っているじゃん。知ってる？あ、知ってくれてる。一応知ってるんだ。橋勘。一応ね。橋勘みんな言ってるから。一応その同期なの。違った、うちらが。一応ね、同期じゃん、うん、で、あの、本当男の人で言うと吉沢亮。あ、亮くんね。ね、うん、なんか聞いた。亮ちゃん元気かな。え、聞いたことあるぐらいらしいよ、ゆうちゃん。ニニに似てるって言った、あの金髪の。ニニに似てる。ニニに似てる。ニニには全く似てない。全く似てないから。みんななんか似てる。マジ。いや、調べないとわかんないんだ。調べないといけない。かっこいい。だから、りょうくんよかったじゃん、ゆうに知られる機会ができて。確かに、検索履歴に残る。あ、なんか見たことある。あー、そっかそっか。りょう、もっと頑張って。作品数増やしな。ゆうに知られてね。作品数だよ。ね、てかさ、はるくんさ、絶対金髪、あ、明るい髪の方がいいと思う。え、さっきも思った。めっちゃよくない？でももう、終わっちゃうらしい。ね、3人子。今日いっぱい写真撮っとこう。ジョベリグ。日焼け止め入ってる。日焼け止め。よかったね。使ってください。ゆいさんに使ってもらえるのら本も。普段、うん、私普通にファンでとかだから、あんまり最近は、うん、日焼け止め、うん、使わないんですよね。だから量とかちょっと教えて。あ、分かった。顔になるでしょ。うん、いいよ。でも顔デカめだからもっといっぱい。え、ちっちゃいですよ。ちっちゃいですか。押されますよ。やばい、それやばい。これぐらいでいいのでは。ちっちゃ。広げてください。結構色白くなるんで、これ。私ね、ちょっと日焼けしてんですよね。思いました。いいじゃないですか。はい。さっぱりで。いつもメイクしてくれるの、お姉ちゃん。全然。してくれないの。うん。みなさん。はい。ご飯来ました。ありがとうございます。じゃーん。優しい優しい、さきちゃんが頼んでくれました。あ、いやいやいや、全然いいですよ。うん。私がちなみにね、洗いました。ありがとうございます。うん、かっこいい。一旦食べて気合い入れます。いただきます。うん。うん。うまっ。うまっ。マジでチョコクロってうまい。マジうまいね。うん。で、さくちゃんがさ、これとこれがピッカ。うん。うん、かわいい、うん、これちょっと後ろの方にあった、今もしかして、うん、一緒に寝てって言ったじゃん。これと一緒に明日から寝る。
かわいい。やばいやばい、私遅れてるわ。早っ、あと2時間。何のメイク早っ。早いでしょ。ゆうちゃんにメイクするためです。おお、優しい。でもメイクしたことはある？うん、めちゃめちゃしてるよね。あ、そうなの？すごいよ、さっきよりなんかメイクの時間かけて。2時間とか1時間とか。え、めっちゃ長いじゃん。長くないですか先輩？うん、先輩にすごいの言われるときは。やるときはやる女。可愛く痛いの。おお、名言。好きな人のためとかってことでしょ？うん、自分のため。学校にしてい、っちゃダメ。自己満ってこと？うん、好きな人いるんですもんね。うん、2人ね。え、絞られた。絞られた方なんだ。うん、9人ぐらいだからさ。なんでその2人に絞ったんですか？1人は最初は嫌いだったけど。嫌いからすごい少女漫画みたいな。ずっとね、その人が言うに、え、どう名字タイプ？苗字？どう名字タイプ？どういうこと？なんで嫌いだったの？髪の毛なんか変だし。やば、はいはいはい。見た目で？見た目で判断？うん、顔タイプだから、性格より。で、ね、なんかずっとその人が言うに、なんか変なこと言ってきて。え？おちょっかい？うん、おちょっかい。おせっかい？うん、おせっかいじゃないし。なんだっけ？ちょっかいしてきて、席替えしたのね。うん、そしたら、泊まりになったわけ。なんかずっと言うに話しかけてきて。うん、で、それでやった。好きになっちゃった？うん。ちょろろちょろんちょろ。あと、なんかずっと見てきたら、うん、顔が変わったからいいな。顔が変わったあ、でもわかるよ、一緒にいると急に変わるよね、うん、顔が変わって見えるってことね。うん、もう一人は？もうそうや、特にないんだけど。え、特徴なし？か、ゆうは顔の人なんだけど。うんうんうん。でも性格から入るわけじゃないのね。はい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 、うん、それで、うん、本当に特徴はありません。あ、特徴内系男子だ。特徴内系男子いるよね、たまに。さっきと同じ感じかな。え、でも最初に言った人と今言った人いるじゃん。うんうんうん、その人どっちかと言ったらこの人の方だよ。どっちだ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 。特徴なし男違う、あ、そう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 。絶対顔イケメンじゃん。そんなことない？まだ思いは伝えてないのか。え、でもなんか伝えたいと思ってる、ゆくゆくは。自分の気持ち最初、うん、なんか優が気になったのよ。なんかその人のなんか中身っていうか、なんかえ、すごい、なんかね。へぇ、優の友達にその男の子を大事にして、なんか好きな子いるって言ったんだって、うん、そしたら1番がユウって言った。え？で、2番が、え？何？リョウモイ？よくない。そこだけちょっと照れる。なんでなんで。で、2番目はあの子ね。で、3番目はってなって。え、何人もいるんだ、あっちだって。ね、それ嫌だ、ユウ。自分はでも2人いるでしょ。でも、だっていっぱいいるんだよ、5人ぐらいいるんだよ。それ嫌だ。間違いなくチャラ男になるね。オッケー、メイク完成。うん、じゃあゆうちゃんにしていきます。うん、ね、肌綺麗すぎてなんか嫌だ。あ、見せても。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。見て。マジ綺麗なの。ちょっと眉毛描いちゃいます。おお、嬉しいんじゃない。目の毛剃って。あ、そうだ、毛いっぱい生えてるから。うん、そうだ、ゆう。どうし、うわい、やばい、先急がなきゃ。ちょっと見たら分かる、眉毛見て。ほんとだ。ん、うん、間がね、埋められてるわ。オッケーオッケーオッケー、このナチュラル目でいこう。そうよそうよ、よかったね、ほんと。かわいい。じゃあ、一旦途中経過ね。せーの、じゃん。おー、納得いってない部分があったら、すぐいいなね。すぐ文句があったらいいなね。
まつげね。え、すごっ。おー、どれどれ。おお、なってる。じゃあこっちにしよう。おお、おお、いい感じ。え、かっこいい。姿勢いいね。おお、めっちゃ出た。かっこいい。すごい、さすが。ちょっとママに見せてくれ。ママに見せておいて。お願いします。かわいいね。ちょめりぐ。かわいい。めっちゃ素直。ジュース。どうもこんにちは。あ、どうもこんにちは。もう着替えてる。動画回ってます。あ、こんにちは。こんにちは。あ、食後あるよ。いただきます。いいね、そのファミリーが。カスカラー的な？あ、そうそうそう。絶対そっちの方がいいよ。え、黒髪よりそっちの方が人気？うん。バズる？それ終わっちゃうの？うん。早く。夏休みで終わり。でも冬休みにまた。やってほしい。懲りないね。僕は今から日焼け止め塗ります。はい。塗っちゃってください。11時半に出るよ。はい。絶対ね。いや、今んとこ足引っ張ってる、咲ちゃん。だってなんならもう出れるよ、俺靴下開けばもう。今何時？10時52分じゃねえか。ほんと、11時だよ、もう。そんなね、早くしてもね。早くした方がいいに決まってんだ。早くした方がいいに決まってんだろ。早く準備できて、早く行った方が。おかえりまーチートじゃん。どうだった？可愛いって言われた。よかったね。当たり前じゃん、可愛い。ゆうちゃんもメイクしてんの？可愛いでしょ、見て見て、褒めてあげて。うん、いいね。お、よかった。絶対動画だからってさ。いや、いつもそんな。なんか、中学生カップル。確かに。絶対動画だからってさ、言ってんじゃん。いつも言わないくせに。思春期カップル。思春期カップル。すごい。めっちゃ飲んでる。めっちゃ飲んでるんだろうなって音で分ける。ねえねえねえ、その顔でいくつもり？本気？何がダメなの？本気モード？それ本気モード？何をするの？うん？いやだからちょっとさ、髭剃ったりしたら？剃ったよ。ちょっとなんかさ、手の近くとかのさ、肌が気になる。肌は無理だ。いいじゃん。あと髪の毛これ？ノーセット？うん。ノーセットでいくつ？え？ノーセットでいくつ？ノーセット男子好き。どうせ崩れんじゃねえよ。どっちを取る？サキちゃんの意見かサキちゃんの意見。うちらに並べる顔してんの？あんた。うん。してるよね。余裕、サキよりは上だね。黙るよ。わかる。余裕よ。そうよ。まずユウが1位じゃん。私女優よ。2位の中で誰か決めよう。私女優。2位誰か決めよう。私女優よってさ、どっかで聞いたことない？なんかのセリフで聞いたことない。私女優よ。私女優よみたいな。え、なんだっけなんだっけ。わかんない。みんな誰かコメントしてください。うん、私女優よ。ポージングしていい？さっきの。入れ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 。もう限定する。じゃあ、はるかもポーズしないと。はい、はい、決めて。今のポーズ？今のヘアセットじゃなくて。はい、2位は、え、本当に好きとか関係なく、関係なくて、関係ないよ。モデル審査、モデル審査お願い。関係なかったら俺だ。お願い。ユウから認められてる。選抜決定戦。2位は、2位にラッティー。やったー。うし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 。なんかそんなのさ、面白くないわ。まだ分かりきってたことじゃん。じゃあ作品が選ばれたことだ。3位の、3位とかはいらない。3位の最後の表情対決。最後の表情。何最後の表情。最後って何？ポージング、はい、最下位を決める。じゃあ咲ちゃんから。はい、せーの。これあるモデルさんを真似してみました。はいはい、はい、誰だろう。あるモデルさんを真似してみました。誰？うちじゃん。これよくあるよね。しねえよ。昔ね。うん、そうそう。じゃあ、はるくん。じゃあ。ちゃんとポージングで見てね、ゆうちゃん。まあ、モデルだからね。うん。俺もモデルやってるからね。ポージングは負けない。
いきます。はい、せーの。え、なんだ。はい、決めましたか、ゆうちゃん。はい、決めました。そこ、そこで行きますよ。おー、おー、じゃん、ゆめ。ありがとうございます。なんでか、なんで最下位かというと、はいはい、ちょっとさっき最後のベロがキモかったです。わかる、確かに。だって結構ベロ出してます。不快な気持ちにさせたらダメだもんね、素直。確かに、わかる。審査員さんの気持ちが一番ですもんね。うん、わかる。あ、みんな準備終わってる？待って、最下位の人におごり、ディズニー。え、おごり、おごろ。え、最下位の人におごってくれるの？うん。どういうこと？最下位の人がだよ。あ、最下位の人がおごる。うん。ですって。なんでそんなひどいこと2回もされないの？できない。最下位。よし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 。うわ。じゃあ私髪型してきまーす。あー、うん、してきな、してきなー。